皆様こんにちは、あずみです。今回の塗装なんですけれども、失敗しちゃいました。というのもですね、今回使ったもの、こちら合成漆です。合成漆は合成樹脂、それと有機溶剤を使っているなんちゃって漆なんですけれども、本来の漆は漆化の漆の木やブラックツリーから採取した樹液を加工した塗料になります。普通の漆だとかぶれたりとかするんですけれども、こちらの合成漆だとそういうかぶれたりすることがないので、 DIY にはもってこいかなって思って使ってみたんですけれども、すごく難しかったです。前々回こちらのスプレーアート、これ1日でできます。そしてこちら、これはエアブラシを使って行ったんですけれども、失敗も含め、まあ1週間ぐらいでできたかなと思います。で、今回合成漆を使ったこちら、これ3週間かかりました。本当に大変でした。もちろん私の知識不足だったり技術不足っていうところはあると思うんですけれども、まさか3週間かかるとは思ってませんでした。結構大変でした。で、今回こちら塗ってみたんですけれども、これ元々の箱、こちらに写真載っけておきますね。かなり深い黒になって高級感増したと思いませんか？塗っててすごく楽しかったのもあるので、皆様にもぜひぜひ覚えていただきたいなというものなので、失敗した反省点も含めやっていきたいと思います。それでは漆塗りスタートです。前回作ったこちらの名刺入れ、この内側、一番初めに塗っていきたいと思います。はい、漆を塗ってから8時間経過しました。だいぶ乾いたと思うので、ヤスリがけをしていこうと思います。今回使うヤスリは600倍のものを使います。ところどころ木の部分が出てきてしまったので、もう一度漆を塗り直そうと思います。
はい、コンパウンドまで磨いてみたんですけれども、一番初めつけた傷がなかなか消えてくれなくてですね、ずっとコンパウンドまで行っても傷が残っている感じになってしまいました。これ原因としては強く磨きすぎてしまったのかなっていうのがあるので、また再度もう一度塗り直して磨き直しをしていこうと思います。はい、こちらから鏡面加工してみました。これ3回目ぐらいなんですけれども、まずもうチキン出てます。ここの縦のライン、ここに一応筆塗りの跡がまだついているんですけれども、これ怖くて削れなかったです。そしてここ、この角の部分なんですが、ここにも一応あるんですけれども、この上の部分とね、ここら辺、この辺がもうちょっと塗料が欲しいなっていう感じなので、ここも削らず置いときました。これ動画外でやっていこうと思います。ではこちら後ろ側はまだやっていないのでやっていこうと思います。まずは耐水ペーパー2000番で削っていきます。この時になるべく筆塗りの跡とかを消していきたいんですけれども、ちょっと筆塗りのね、仕方がすごく下手すぎて、なかなかこれが消せずにいます。でも頑張って凹凸なくやっていこうと思います。2000番で削ってみると、ここに結構筆塗りの跡が出るんですよね。あとこの辺にも少し出てきます。こういうのを頑張って消していきたいと思います。2000番の耐水ペーパーで削り終わりました。一応今までで一番多分よくできたんじゃないかなと。ちょっとところどころこう削れていない場所もありますけど、これは傷消しをやればなんとかなるんじゃないかと思っています。ではやっていきます。さっきは縦方向にやっていたので、次は横方向にやっていきます。
今木付け仕様で削っているんですけれども、まだ縦のラインがこのように消えていないので、これを消していきたいと思います。はい、横の傷だけになりました。縦のラインを消すだけで今30分から40分ぐらい削っていました。ふう、それでは次に仕上げを使って削っていきたいと思います。はい、仕上げ用コンパウンドで磨き終わりました。横のラインが消えてかなり綺麗に輝いてると思うんですが、少しだけ縦のラインが見えるので、これを今度はこちらで消していきたいと思います。はい、一番最後の鏡面用磨き終わりました。まだまだ気になるところはちょっとありますが、まあこんな感じでよしとしましょう。はい、ということで今回漆やってみたんですけれども、完全に失敗続きでしたね。本当に申し訳ありません。一番初め薄めずにやっていたんですよね。ということで一応この加州薄め液、これ買ってきたんですけれども、その後にねまた薄める濃度っていうのが分からなくて、濃すぎると筆塗りの時に大変だし、今度薄すぎると気泡ができてしまって削る時にクレーターみたいになってしまって、またこれを直すのがねすごく大変でした。今回失敗しては削ってまた塗り直すっていうことをずっと繰り返していたので3週間かかってしまいました。もうこれは完全にリベンジです。ということでうちにあるこちら花州と、これ高級漆なんですけれども、購入して置いてあったので、これで今度またね、リベンジできたらなと思います。ただねこれ綺麗に仕上がればすごく高級感増すと思うので、皆様ももしよければやってみてください。この動画を見ていいなと思っていただけた方、グッドボタンを、チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録お願いいたします。それではまた見てください。ありがとうございました。